じゃ聞けないって言われて、だから直接もう一回あそこに行かなきゃいけないって聞いてくれるから。これを今思うんですけど、よく見るとあの時あそこの奥にいたあの背広のあの何人かの役の判断ミス、本当に私なんかこう配属とかってされてました？こういうふうに聞いてない。相手が勝ちだけでしたよね。そうそう、それがダメなんですよ。普通は私の危険の勝ちか相手の反則や喧嘩を取る私の勝ちかなのに、うん、だからちょっと、動画もう一回あの再一定该让他们做做运动了，不然的话，会怎么样？会这样子的。Yeah.